Умарила Сурин. Значит, Русия. Сундер Покалс. Сурин, мама, да, кино, хорошо.引き続き東さんにねお話伺っていきたいなと思うんやけども、はい、まあなんかあれちゃんがどのようにして、はい、このように爆上をしたのか、このようにこのようにもうご生誕やんか。だってまあね、アレクサンドラちゃんのおかげで私がいますからね。そうそうそう、まあ動画やから今まで聞けなかったことを聞いていいよ。もうちょっと私の代わりに、私からアレちゃんはいつ作ったのかって。あれだね、付き合ってて、付き合ってた、ね、お父ちゃんと、お父ちゃんとお父ちゃんと付き合ってた。でもお父さんともう本当にあの若くて2人、本当に2人が可愛かったよ。お父さんが2人が可愛かったの。可愛かったよ。ママとパパが、うん、あの19歳、20歳よ。そんな若い時に19、彼が19歳、私20歳。じゃ付き合ってて1年半で1年で付き合ってて、その時も分かって認識した。じゃあ大学生の時、彼は大学生、私はもう大学生じゃなかったよね。そうなんだ。ちょっとあれはね、正月あったよ、正月。あれは正月だったと。あれは正月。そんな、そこまで細かく今でも覚えてるよ、そんな。ちょっと私すごいね、そんな細かく。これあれじゃない、今からあの正月にセックスした話とかじゃないよね、これ。多分違う、違うね、違うね。出会いがお正月や。エレベーターで出会った。あ、エレベーターで出会った。すごいでところで出会った。すごい、そんなエレベーターだったよね。スクールのエレベーターで、まあ、多分そうあって、あの2人がちょっとなんか入った時、私急いで入って、ちょっと待って出るって言ったら、2人の男の子ね、で入ったら、その時1人お父さんだったよね。ちょっと帰る途中だったよ。帰る途中で私を見てたよ。うん、見つけて降りてきてね、見てて、あ、なんか分かったんだね。でも帰れなくなってる、まだ戻ってきてない、そので、ママが家まだ入れないから、そう、なんかまだ戻ってない、そのおばあちゃんが帰ってね、で、ちょっと行きましょうか、行きましょうかって言ってて、その時知り合うの、なんか2人連れて行って、パークコモミンスカイって。あ、パークまで一緒に。で、なんかすごい話してね。でも、アンのお父さんはもうずっとびっくり、私の顔もうなんか人目惚れしたってことと思うよ。そりゃそうよ、だ、ね、そりゃそうよ、この私なんだから。そんな私なんでさ、人目惚れもするよ。まあ、そのまま自信ね。確かにですね、すごい可愛かったよね、その時。その時ちょっと金髪じゃなくてマッシュして、そう、マッシュでね、すごいあのしてたよね。次の暇だって、で3日、ちょうど3日、4日目でね、彼が私に結婚してくれないって言われて、4日、3日目で会っててね。そうそうそう、何それ。でね、彼が私のために違うマンション、友達取ってね、もうマンションよ、そのために。でね、私は部屋に入れないでしょ。彼朝まで夜寝てたよ、その階段のところで。知らなかったよ。朝起きたらね、電話開けてみたら彼が寝てる、家に帰らなくて。なんでママのこと待ってたってこと。まだそのぐらい愛してたよ。なんか朝起きたらまだ私に会いたい。あ、ドラマや、なんか。でものすごい、なんかやっぱりいる、まあ、その話まだすごいなるから、すごい良かったよね、付き合ってて。で、1年間で付き合ってて、で妊娠したでしょ、私が。でも、でももう1年間付き合って私ができたのね。できたよ、そうそう、できた。その時はほんまに彼がもう、あのお母さんがやっぱりね、結婚したくしくないから、ね、でもそれでもやっぱり、お母さんが反対だったもんね。そうそう、反対。そうなんだ。でね、妊娠した時はね、もう本当にね、もう最後の大日までね、ジーンズ着ててね、ものすごい可愛いお腹がね。そんなに大きくなかったってことだからね、一生懸命働いたからね、やっぱり貧乏だから、彼も大学生だから。で、働いて家に帰ったらね、もう、あーってたよね、なんかもう、救急車呼んで、そう。でも気にだから、ね、その救急車呼んだ気にの、なんかものすっごいなんか婦人科連れて行ったよ。あれはもう少し中心のね、カッシュルスカイって、私たちの近くね、婦人科のすごい4番の名前なんか、病院の名前いたらね、ものすごいなんか、なんかどう言ってるんですかね、人が多い、一つの部屋で6人ぐらい、みんな泣いてる、子供産む人が、みんな泣いてる、6人ぐらい。で、私がまだなんかそのなんか、でも6人ね、私6年目でしょ。あ、6人陣痛来てる。だからみんな、あーって言ってんの。で、ものすごいなってる、ものすごい、あー、なんか
たね。で私がこんな感じになるで、ね、そのでなんか抑えて私のなんか抑えて何も痛くないで私があの朝までね違う部屋にずっと、まあ、そんなに痛くなかったの夜だったからね、で一番大きな先生来てなんかチェックするの、で私の時ごめんなさい、で家帰ってていいですなんかもう何もないからね、その時何言ってるんですか、ここに来て寝ててねまた帰ると言ってるあ先生怒られたんだね、そう何がもう思うよ今ってねそう先生強いね、思って言っててね、あれはねその子供帰ってるやぶみたいあんた初めて思うからまだ時間かかるってね全然来てみない何回も言ったらもういい、まあ、もう分かった見えますってこうして見てたらうわー頭出てる早く走れ早く走れ走れで私すごく怖いでしょ、頭が出てるってことが怖い、だからもう今彼女は死ぬ、なんか首をね締める息ができない、走れてね、で私どうやって、でどうもあの布団のその皮あるでしょ、その布団なんかあのプラステニア、プラステニア、プラステニア、シーツ、シーツを出して、でこのシーツここ持っててえ、それなんで走るの、なんで走るの、そこで産んだら赤いの、でもそこでさ、その場で産んだらええ話じゃない、でもね、おかしいでしょ、それは、でもね、あの恋しててね、私もね、こんな感じこんな感じで走ったのね、走ってたの私が出てるのにこうやって走っていって、ね、その海台に海台に行くでしょ、海台に行ったらそこに左右の海の人が、あ、まだ、まあ、もう産んでもこっちこっち帰ってるからね、みんな女のすごく女の中に、なんかすごくと言ったらこれね、息しね、あーって出てるの、何ものすごく出てきたね、その前がね、先生がね、捕まったよ、この感じでもう、ロッパーって感じだから、ロッってこの先生もだからすぐね、っていう感じすぐね、私がその出した時、大きい声出したでしょ、あーってね、なんか出すためにね、なんか力入れないで、その時あんたが出たとき、わーって、その先生が、お母さんと一緒ね、大きい声だよ。一緒ね。でも、出産ってみんなすごい大変、大変、痛くて大変で、もう熱いボール玉がブワーって出てくるみたいな。なんか10日ぐらいビンビンなっててね、10日ぐらい我慢しててね、ずしてたらなんかね、よかった、すっきりした。ハルちゃんはもう便秘や、ほとんど便秘みたいな子ってことよ。便秘だ、でもね、そういう感じやったよ、便秘みたいに。まあまあちょっとなんかきついなって感じ。だから産んだ後も便秘した後めっちゃ気持ちいいやん。あ、すっきりした。それと一緒のめっちゃ気持ちよかった。何出てくれ、なんかもう何それ。頭だな、私はこの命あげたこの子、私うわ、10歳な、3ヶ月になったらどんな感じか、1ヶ月になったらどんな、なんか半年になったらどんな、多分10歳になったら彼女どんな感じになった、その考えて覚えてる。でね、家に帰ってからおばあちゃんがあんなに私のことね、あんまり起きてないけど、彼女のことものすごい、もう仕事から帰ってきたらすぐ彼女は、それはあとお父さん側のおばあちゃんが、そう、反対してた、で寝るでしょ、彼女は夜起きるでしょ、で私は眠たくて胸出すでしょ、で忘れないことあるよ、私は起きてね胸出して寝てたよ、あ、おっぱいを出すために、おっぱいを出すために、うん、でね、彼女は出して起きて出して瞬間覚えてる、あとはね起きた、朝寝てる、そのまま来て、このなんか服を着て、で起きて思い出して子供どこか私飲ませたでしょ、どう思いますか、私は彼女を持ってて飲ませてる時、夜彼女は入ってきて寝ててしまった、私は座った、で彼女をそのまま持ってて終わりまで、彼女を 飲んで終わりまで持ってて、で彼女はね持っててベッドに入れて、私をって寝してて、で私押して、じゃあそこでまた絆が深まったんだ。あ、出産やっぱ人によって全然違うよね、大変大変っていう人もおれば、まあ、大変じゃないことはないと思うけど、意外とシャッと終わってもっていうこともあるんだろうし、うん、ってことはじゃあ私も将来もしかしたら楽かもしれない、DNA で、DNA でとかなんかあるやん、子供が、ハレちゃんもうるさそうやな、いやーって
もう誰よりも。